おはようございます、鈴木です。朝ね、6時半の代々木公園からお送りしております。今日はいい天気になりそう。まだね、ちょっと下湿ってて、夜少し雨降ってたのかな。そういう感じでベンチも濡れてます。寒い。昨日までね、糸魚川にいて、今日帰ってきて、朝糸魚川だとは、朝はちょっとまだ部屋にいて作業してたから、8時ぐらいにね YouTube 撮ってたんで、朝6時半の、代々木公園と、8時の糸魚川だと糸魚川の方が暖かいです。朝6時半の糸魚川は寒いだろうね。でも今6時半の代々木公園めちゃくちゃ寒いですわ。なんだっけ、それで今日何の話かっていうと、まあそんなことと全く関係ないんですけど、怒る人とか、怒るっていうのは何なんだろうかっていう、怒れる人っていうのは悲しい人であるっていう話をしたいと思います。でそれはまあどういう話かっていうと、怒れる人っていうか、その怒ってる人っていうのはなんかかわいそうな人っていう意味じゃなくて、まあそういう意味でもあるんだけど、悲しい人っていうとなんかちょっとかわいそうな人だなっていう感じになるけど、そういうニュアンスも含むけど、そういうことじゃなくて、怒るって何だろうかっていうと、それは実は演出であるっていう話で、怒るっていうことには実際には別の感情があって、それを表にどう出すかっていう時に、怒るっていう形の演出を加えて出しているんだっていうことで、まあその自己表現の一種なわけですよ。かつ二次感情って言われていて、一次感情ではないわけです。だから何かに対して反射的に怒るっていうことは本来ありえないんですよ。その、何か出来事があった時にそれを自分で受け止めて、それをどういうふうに反応として外に出すかっていうことに自分で演出、脚色を加えた上で、やってるわけですよ。で、それが怒るっていうことなんで、いきなり怒るとかっていうのは絶対ありえないんですよ。その原理的に。だから、怒ってるのは自分なんですよ。でも、怒る原因になった、ちょっと風が強いんで一旦休憩です。ちょっと風が強いから、木の陰に少し移動しました。その、怒るっていうのは、いきなり怒るってのはありえないって話で、二次感情だから、反応、何か出来事を自分が受け止めた時に、それを反応する、余白があるんですよ。で、余白で、私は怒りたいっていう選択をしたから、結果怒ってるわけであって、本当は別に、そういう行動を取らなくたっていいわけですよ。だから怒るっていうのは自分で選択してるんだっていうことと、その、ついつい怒っちゃう人っていうのは、その選択が無意識なぐらい、こういう時は怒りの反応を示そうっていうことを、自分の中にセットしてるわけですよ。だから自分で怒ってるわけですよね。だからそれ良くないからやめた方がいいですよっていう話なんだけど、なんでそうなっちゃうのかっていうと、まあ多分怒りたいからなんでしょうね。でも、本当は怒るっていうことを選んでも選ばなくてもいいっていう話で。で、それは、なんかすごく、達観した悟りを開いた成人になれっていうことじゃなくて、どんな腹が立つことがあってもにこやかにしていろとかっていう、そういう話でもまたないわけですよ。で、結局怒りの正体は何なのかっていうと、怒りの正体っていうのは悲しさだったり寂しさだったりするわけですよ。だから腹が立ってしまう出来事っていうのは一体何なのかっていうと、ものすごくショックなことがあったり、ものすごく自分が傷つけられたっていう悲しい出来事があったっていうことなんですよ。だから悲しい出来事があったのにニコニコしているっていうのはまたそれもおかしな話なんで、そういうふうにしたらいいっていう話じゃなくて、悲しい出来事があったらやっぱり悲しむべきなんだと思うんですよ。怒るべきじゃなくて、そこは悲しむべき、まあ、べき論っていうか、なんか、そこは悲しんだ方がいいっていうことですね。だから、なんか、ショッキングなことがあった。誰かに傷つけられた時に、それに対して、それを傷ついたっていうことを受け止められなかったり、傷ついたっていうことを覆い隠したくなる時に、やっぱり怒りたくなってしまうっていう。だから、その傷ついた時に、今私はすごく傷ついたっていうことを
悲しく言えばいいっていうか、その悲しめばいいっていうことだってことです。その今私はすごく悲しい目にあったっていうことを思いっきり悲しんだ方がいいってことです。でむしろそれは対人関係においても怒るよりも効果があるかもしれないっていう、その効果があるっていうか、その傷つけた人を遠ざけるのに有効かもしれないっていう、いうことですよ。まあ、あとまあそういう人はそもそも、遠ざけた方がいいとは思うんですけど、そうじゃなくてもともと仲が良いんだけど、良くて、その人との関係がうまくいってるんだけど、でもたまたまそのある問題とか何かの中で、何か悲しいことが起きてしまうことだってあるじゃないですか。で、そうした時にそれに対して怒ったり文句を言うっていうよりも、私は今すごく悲しいんだっていう、いうことを伝えてあげた方が、コミュニケーションとしては正しい。怒りっていうのはすごくそれを、包み込んで、オブラートに包み込んでるっていうことですよ。だから、すごくエクスキューズした、コミュニケーションが実は怒りであるっていうことで、だからそれが演出脚色であるっていう話なんですよ。だからそうじゃなくて、私は今困っている、私は今寂しいと思っている、私はこんなことですごく困っているのにみんなが助けてくれないみたいな時に、それに対して怒ったってしょうがなくて、私はそのみんなが助けてくれないことにすごく悲しんでいるって言われたら、みんなも、みんなだって、あ、まあみんなは怒る人のことは手伝いたくないからそのもう避けてる可能性はあるんだけど、もともとは多分そんなことはなくて、困ってる人がいたら手伝いたい、助けたいっていう人が多いわけですよ。で、そうなんだけど、それを表明してくれないと困ってるかどうかわかんないし、怒ってたら近づきたくないから、結果より孤立して、より悲しくなって、より怒れる人になるわけですよ。怒れる人に。だからなんか、それはすごく悪循環じゃない？だからなんか、そんなこと言わないで、私はみんなが助けてくれなくて悲しいっていうことを、素直に表明した方がいいっていう、いうことなわけですよ。だからその、悲しい出来事とか、その、悲しいことを言われたっていう時に、まあなんか怒ってもしょうがないっていうことですよ。だからその、そういう意味で怒らない方がいいよねっていうことであるっていうことですね。で、まあもちろんそれだけではない。だからその自分が本当はどう思っているのか、今自分はどう感じたのかっていうことに自覚的であるっていうことがまず大事だってことですよ。その今自分は本当はどう思ったんだろうっていう、無意識のうちに怒ってちゃしょうがないっていうことですよね。で、それでまず受け止めて、どう思ったのかっていうことをまず、感じて、理解する。そして、悲しいことはすごく悲しむっていうことですよ。自分は悲しんでいるっていうことに自覚的であろうっていうことですね。で、まず悲しんだ方がいいですよ。自分を癒すために。っていう前提があった上で、だから取り得る選択肢っていうのは実際はいくつかあるっていうことに自覚的であるっていうことが、まあその最後のアドバイスなんですけど、悲しいってなった時にもうすごい悲しいから、自分を癒してあげるためにはまず悲しまなきゃいけないっていうことが大事なんで、その場で悲しまなくてもいいから、とにかく、私は悲しかったんだっていうことを悲しんで自分を癒してあげる必要があって、消化してあげる必要があるっていう、それはまあいいじゃないですか。それは今やってもいいし後でやってもいい。まあ本当は今やった方がいいけど、でも他にも取る選択肢があったよ。目の前にいる人との関係の中でそういうことが生まれがちだと思うんで、そういうことが起きた時に、まず取り得る選択肢は続けていきたい良好な人間関係の人が目の前にいる場合は、私は今悲しかったっていうことを多分伝えるのはすごく効果的だと思う。で、寂しいから助けてほしいっていうこともすごく効果的で、それが相手にうまく伝わると思う。で、次にもうこいつはしょうもないなっていう、人と向き合ってる時には、悲しいって言って、分かってもらうっていうことも多分大事だし、むしろわざと怒って遠ざけるっていう、ことも大事だし、たまには怒らないと伝わらないっていうか、これはそれほど腹の立つことなんだぞっていうことをしっかりと説明した方がいいっていう、こともあると思うんで、そういう意味では、まあわざとすごく怒るっていうことも、大事だと思う。でもそのいつも怒ってると怒るのの効果がなくなるから、自分の方がむしろ避けられる人になっちゃうんで、そういう意味で怒りっていうのも、
ある種効果的に使っていくと思うと、いつも使うっていうのもまた良くないわけですよ。時に起こった方がいいっていうことですね。だから基本的にはそういう不健全な、もうそのしょうもない人間関係はまず日頃から、断捨離していった方がいいっていうことなんだけど、それでもまあなんかそのなかなかその、絡め取られて、うまく断捨離できない人間関係の中で腹の立つことがあった時には、まあやっぱりそれをうまくいいきっかけとして、そこでドカンと怒って関係を断絶するみたいな風に怒りを効果的に使った方がいいっていうことですよ。でもそれはやっぱなかなかあの強力な武器でもあるから、うまく活用した方がいいのと、使いすぎると、よりおかしなことになるし、自分でもわけわかんなくなるんで、そんな日頃から使わないっていうことです。だから、それからまあニコニコしてスルーするみたいなこともまあもちろんあるんですけど、それはやっぱりなんか自分の中に無理が出るから、悲しいことが起きたら、悲しんだ方がいいっていうこと。あとなんか本当に、なんかそういう出来事があってもニコニコしてる人っていうのはいると思うんですけど、それはその無理してニコニコしてる人もいれば、もうもっと高いレベルで、自分をコントロールし、できてる人は、例えばじゃあ自分の子供、小さい子供が、なんかもうむちゃくちゃなわがままを言ったとして、あんまり腹を立てる親はいないわけですよ。もうそれが愛しくてしょうがないし、もう成長の段階だから、もうなんかそんなこと言っちゃって可愛くてしょうがないっていう。まあその場では叱ったりするかもしれないけど、本当は心の中ではニコニコしてたりするわけですよ。そういうレベルまで力量の差があったら、相手が何か言ってきてもニコニコできるっていうことはあると思いますね。本当にこんなこと言っちゃって可愛いなと思ってたらニコニコできるんじゃないですか。だけどそのニコニコしてる人っていうのは、そういうふうにもう点でレベルの違う人であるっていう可能性はありますけどね。まあそんなことで、その腹が立った時に、自分はどうして腹が立ったんだろうかっていう時に、どこに本当の腹が立ったポイントっていうのは、その中にその悲しみの、自分の中にある悲しみがあるわけですよ。だからその悲しみを見つけて癒してあげようっていう、ことがすごく大事で。で、怒りももちろんすごい有効な武器なんだけど、使いすぎるともうなんか歯がボロボロになっちゃうよっていうことで、その刀をね、時々使った方がいいんだよっていう、ことを、今日はお伝えしたいと思います。最後まで YouTube 見ていただいてありがとうございました。また明日もね、代々木公園からお送りしていきたいと思います。